はい、皆さんこんにちは。今回はですね、昨日に引き続きガウランの続きね、これガウランです。やってまいりたいと思いますというかね、もうだいぶやってますけどもね。ツイッターの方でね、ガウランの続き動画で見たいですとね言っていただきましてね、はい、ありがとうございます。なのでね、ちょっとやっていこうかなと思っておりますけどもね。やったことを言いましょうかね。なんか穴塞ぐのにこんなね、ことぶき屋のパーツですね、いろいろつけております。穴塞いだだけなんでね、もう本当に5歳児なんでね、今ここからなんかちょっとね、エアーみたいなんでってね、こう進路こう変えたりとかする感じでいいんじゃないかなと、ね、こう上下ついててね、こう上のあたり下のあたりみたいなね、あとこうね、フロント後に、ね、こうウィングみたいなねつけておりますけどね、はい、はい、こんな感じで、もう一応プラバンでね、塞いでおきました。こんな感じで、いいかなと。あと、ここちょっとね、プラバンで塞いだけど、ここはもうあまりにもモールドなさすぎてね、ちょっと寂しいんでね、なんかこういうパーツも余ってましたんで、これはつけながらね、お話ししながら、まあ、つけながらね、やっていきたいと思います。はい。まあまあね、これなんか何のパーツかわかんないですけどね、はい、つけてみましょうかねみたいなね、はい、ちょっとモールドあればね、なんとなくそれっぽく見えるのかなと思います。はい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 、ちょっと除菌出してね。で、今のサラミスベースの方もね、ちょっとずつ進んでおりましてね、今のモビルスーツベッドですかね、メンテナンスベッドみたいな、じゃあ作ろうかなみたいなね感じなんですけどもね、どうしようかなっていう感じですね。これ珍しいですね、面出てないですね。5歳児が作るんで面出さなくていいんですけどね、本当はね、はいはい。5歳児が作るっていうね、設定のもとを作っておりますのでね、ちょっとね、接着するときにたまにちょっと削りますけどね、はい。で、どこら辺につけようかな、ここら辺かな、何のパーツかわからんけど、ここら辺につけてみようか、はい、こんな感じでいきましょうかね。なんか分からんけどみたいな、いいよ、つけるときにちょっとね、こう下のモールドとか参考にしながらね、位置決めというかね、やっていけばいいのかな。マゼランのね、なんか横の環境みたいなのもありますからね、そういうのも使おうかなと思ったんですけど、あまりにもごつすぎるんでね、まあもうこういうパーツでいいかなみたいなね感じです。昨日ね、メンバーシップの話のコメントを皆さんたくさんいただいてありがとうございます。で、結論としましてはね、まあちょっと勉強して、私もね、メンバーシップってあんまりいまいちよく分かっておりませんのでね、ちょっと勉強して、まあどういうことができるのかっていうのをね、はあ、やってから、まあとりあえずやる方向でね、こうかなと思っておりますけども、まあちょっとね、心配されてるね、テルオっていうやつがいましてね、通常の動画もしないですかみたいなね、話をされましたね。通常の動画しますよ。
通常の動画とチャンネルのやつをしますよっていうことですね。チャンネルメンバーシップですか、はい、のやつをしますよということですね。なので別にお金出さなくても普通に今まで通りの動画は見れますのでね、はい、ご安心くださいね。よいしょ、ティーティーティーチ、よし、まあ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 、チャンネルメンバーシップやったり何をするか、要するに私が置き場所がないプラモデルを皆さんに、まあ、プレゼントできる機会があるかなと思いましてね。それとまあ言えばそのライブをね、なんかライブ普通、まあメールでもたくさんいただきましてね、ライブ普通にも見たいですとね言ってくれる方多いんでですね、どうしようかなという感じなんですけどもね。ただ YouTube 自体はライブはね、Google さんが言うにはまあ、コミュニケーションを取る場として考えてくださいみたいなね、普通の動画として計算しないでくださいみたいな感じのメール来ますんでね。で動画を1日2本から3本ね、やってくださいねみたいな感じなんですね。なんでね、できればね、ライブだけやってると結局そのおすすめに、乗る機会が減りますよみたいな感じらしいんですね。なんでちょっとね、頑張ってね、動画も出しながらライブしてくださいねということらしいんで。で動画作るのって、まあ、人それぞれなんでしょうけどね、かかる方は1日1個の動画作るのに1日2日らしいですね。で、まあ、さっき話したテルオとかはね、動画出すの作るのに1日2日どころか1週間かかっても無理ですっていう時あるらしいんでね、そういう、こう時間がね取られる、動画作るのは普通の方はね時間取られるらしいのでね、そっちの方をちゃんと頑張りなさいよっていうメールがね Google さんから来ますので、まあメインとしてはそっち、普通の動画を頑張ってね、そのチャンネルメンバーシップだのライブだのっていうのはそれに付随するものですからねっていう感じに書いてましたね。昨日ねちょっと夜勉強したんですけどもね、ただライブでその視聴者さんとねコミュニケーション取ってくださいねということらしいんで、どうですか、アンテナもつけてみました。下にもつけようかなと思ったんですけどもね、下はねちょっとこんな感じでねつけようかな。ここ面出てませんでしたね、出してませんでしたね、また面出してねとか言ってますね。5歳児だからね出さなくていいんですよみたいな言うてたのに、はいはい、目出ました。多分あまり細かいことは気にせずやりましょうね。バリはちょっと
か、なのでね、こう、誰か模型系でメンバーシップやってる人いるんですかね。ちょっと私は見つけきらなかったんですけど、その、まあ、団体でやってるところではないですよ、吉本さんとはね、はい、団体でやってるとこじゃなくて個人でやってる方でいるのかなってちょっと思いながら、テルを、そうか、テルにね、また聞いといてもらいましょうね。テルは結構ああ見えて顔広いんでね。いいよ。いいんじゃないですか。ちょっとずれたかな。はい、こんな感じですか。と何つけましょうかね。これちょっとなんかここら辺つけたいな。ね。あんまりつけるとね、ゴテゴテしすぎるし、つけるかもおかしくなっちゃうかなと思うんですけどもね。切りましたけどね、これ多分普通に作るときはね、このこっちの径を測ってね、それは穴を開けてねつけた方がいいですよみたいな多分すると思うんですよね。もう5歳児なんで接着剤でバスバスいきますよ。とりあえずつけておきましょう、ね、はい、こんな感じでいきましょうか。なかなか持ちどころが難しいパーツですね。よし、こっちもくっつけちゃう。感じで、ね、なんかようわからんけどパスつけたみたいなね。あとこれ適当に作ってるねやつですけど、塗装しますからね、はい、皆さん期待しておいてくださいね。続きが見たいっていう方はね、一人でもおればやりますので。皆さん、その私がね、あのアイアンマン今、ね、ディアゴスティーニを作ってるんですけど、応募券なくしたって言ったらね、なんかコメントでも載ってるんであげましょうかみたいなこと言うてくれたりね、あのまあもう送っていただいてね、実はもう今日届いたんですよ。ありがとうございます。で、名前はね、あの伏せといてくださいということでしたんで、名前は言いませんけどもね、
あやまの応募券だけ送ってくれるのかなと思ったら、創刊号ですね、第1号を丸ごとね、新品送っていただいてね、はい、ありがとうございます。すいません、気をつけてね、その応募券なくさないようにね、いたしますので、はい、なくさないというか捨てましたけどね、普通にね、はい、こんな感じでどうでしょう、はい、ありがたいですね、優しい人ばっかりですね、うん、よっ、何のパーセンサーって書いてますね、ことぶき屋さん、あ、ウェーブさん、ウェーブさんです、ウェーブって書いてますよ、ね、はい、ウェーブの、うん、センサーのパーツですね、はい、いつ買ったかわからないぐらい昔買ったやつでね、全く使っておりませんでしたので、ね、今一生懸命使っておりますけども、こうスケール感とかね、設定とかあるとなかなかね、こういう、なんていうんですかね、キットとは違うパーツっていうのは使いにくいんでね、なかなか使わないですけどね、いいよ、これどこにつけ、ここら辺、ここら辺つけておきましょうね、モールド足らないんでね、ここら辺、ガを改造してミキシングしてみたいな人いますけどね、急にライブで始めた人いましたけどね完成したんでしょうかね、いや、ちょっとここら辺パテでね、埋めていきましょうか、パテで最時パテ使うかなって話なんですけどね、まあまあちょっとね、隙間は気になりますんでね、はい、パテをちょっと、そんなにがっつりね、バッチリ継ぎ目いけないととかは言えないですけどね、はい、ちょっとだけやりましょうか、ね、私ね、この動画撮り出したら皆さんすいませんね、この喋りながらやりたいもんですからね、時間がねかかってね、見てもらってるね、負担になってないかなと思いながらねやっておりますよ。もうここら辺はね軽くいきましょうね、はい、もうがっつり持って完璧に引け消してみたいなことはね、5歳児なんて考えませんもんね、ちょっとひどいとこだけね、埋めさせてもらってね。ここちょっとひどいっすね。ね。はい。爪楊枝はね、便利グッズですんでね、皆さんもね、なんかコンビニとかでね、ご飯系買うとついてるじゃないですかね、爪楊枝ついてるとこも多いんでね、そういうのをもう持っとくとか、買わなくてもいいんでね、爪楊枝ね、助かりますね、いい
ギュッてね、こうやってここからこうギュッて立ち上げるとね、ある程度埋まるみたいなね立ち上げるって分かりますか。よし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 、こんな感じでちょっと多分弾けるでしょうからね。まあ弾いいか、弾けとかいいかちょっとサフェサーこうかなね、サフェサー行きましょうかね。ちょっと可愛いからね。なんかパーツつけてはい動画終わりだとね、ちょっとどうなのって思っちゃうんでね。羽のとこは指出したらキリないんでもいいっすかね。はい、それちょっといいかって。あとはどっかあるかな、いいっすかね。そんなに細かいことを言わんでやろうみたいなねことにしておきますか。はい、パテ盛り、まあ、とりあえずね、で乾燥してサフェサ拭いてからね皆さんにお見せできればと思いますよ。はい、じゃちょっとね、乾燥と研ぎ出しとサフェサ終わるまでね、はい、スキップいたします。はい、サフェサ塗り終わりました。こんな感じになっております。はい、まあまあ色がね一緒の色になると、まあ、統一感が出たのかなという感じがします。はい、まあ何の作品に出てくるかね分かんない感じになっておりますよまあまあいいじゃないですかね。はい、これをね、まあ今日はちょっとね天気の関係でサフェサーぐらいまでしかできなかったんでですね、次回、これの次回ですねは、ちょこっと塗装しようかと思うんですけどもね、どうしましょうか。なんか缶スプレーでの塗り方を教えてくださいっていうねコメントも来てましたんで、まあちょっとどうしましょうかね、まあ、できるかどうかわかんないですけど、まあ、缶スプレーで拭き方、あとはその何ですかね、ガンでコンプレッサーでねちゃんとこうビューって拭いてるのも見たいというね方がおられましたので、それはねその方の YouTube だったかな Twitter だかちょっと忘れましたけどもね、コメントでちょっと返事させてもらったんですけども、携帯用のねなんかこう充電式のこう筒がついててガンがついてるみたいなねダブルアクションのやつがついてるみたいなやつをねちょっと購入しようかと思っています。まあ基本的には気楽にできるプラモデルっていうのを目指しますのでね、はい、で購入してもちろんガンはありますけどもねこのカメラの位置がちょっと色塗るとこと離れてますのでね、この机とね塗るところをなかなかお見せできないので、まあ、それ用にねちょっと購入してお見せしようかなと。で色の希釈具合とかもねちょっと見せてくださいということでしたんでね、そこら辺も私のやり方で参考になるんであればね、はい、お見せしようかなと思ってますので、こんな感じでね先々やっていきますよという感じですね。はい、でまあ缶スプレーでするときにねどうしましょうかねという感じなんですけどもね、はあ、どうしましょうか、どんな感じがいいですかね。まあ一色で塗ってもねという感じはするんですがね、なんとなし、はい、まあ次まで塗るときまで考えておきますね。あとこれマゼランの台ね、別につなげるところはないんですけどね、溝にこう入り込むようにしてなんとなくこうね、はい、なんとなくこうバランスを全然固定されてないですよね、はい、なんとなくバランス取れるようになっております。はいまあこんな感じで、はい、今回はここまでとさせていただきたいと思います。それではこの動画面白いと思いましたらグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、よろしければねサブチャンネルをやっておりますのでね、そちらの登録もよろしくお願いいたします。それではさようなら。